Kazuhaが旅の途中で書いた手紙みてえだ。とても悲しい手紙でした。Kazuha殿。
せ願いたい。時が誰か年寄りが。
我が楓原家はって言ってたぜ。口ぶりからして彼のおじいさんかもしれません。カズハ、カズハ殿のお父上でしょうか。ほう、なるほど。すべてはカズハ殿の思い出ということね。カズハ、ご孔明は金金、今日は楓原殿にお会いするために参って、拙者の負けだ。Thank you.
には消せぬ。カズハ、おい、あれ、強力の義務追加してしまった。4人なのですが、本当に皆を追い出されるのですか？誰が…心配せずと…拙者の代で解体してしまった。だが父上の言う通り、生活に縛られてはならぬ。かような放浪の身が拙者には合っているのだ。神の視線から来ているそうだ。ああ、俺も持っている。だが、神の眼差しを向けられるのは必ずしもいいことばかりじゃないよな。かもしれない。家を離れてから。わけなど聞かずとも、メガリレーに抗う者たちの気持ちはわかる。願いは我々の心に隠され、失ってはならぬ。
お前が帰っ…父は本来何度の景色なんだ。拙者、どこへ行くべきだろう。おい、止まれ、抵抗せざるを。拙者の…おい、あんた、大丈夫か。海賊か。はい、そう。次の計画を練ろう。変わった建物と